マーティン・スコセッシマーティン・チャールズ・スコセッシマーティン・チャールズ・スコセッシ SKR-C、1942年11月17日帯、は、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、映画俳優、シチリア系イタリア移民の家に生まれ、マフィアの支配するイタリア移民社会で育ったため、 その人格形成と作品の双方にはその出自が深く影響し、腐敗した矛盾に満ちた現実の中でいかに人としての倫理と善良さを実践できるか、それがしばしば不可能であることの苦悩を追求する映画が多い。また、その中では人間の人間に対する無理解と不寛容の直接的表現として、リアルな暴力描写が重要な位置を占める。 極端な映画マニアでもあり、黒沢明の映画を名画座に通い続け鑑賞し、実際にフィルムを手にし、カットの構成を研究し尽くしたという。ロックの最盛期に青春時代を過ごしたこともあり、ザ・バンド、ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ボブ・ディラン、エリック・クラプトンなどの楽曲をしばしば作中に使用する。1972年。 エルビス・オン・ツアーの分割画面モンタージュ映像の監督を務めた。その他、ザ・バンドの解散コンサートを撮った、ラスト・アルズ・ローリング・ストーンズを撮った、ザ・ローリング・ストーンズ・シャイニア・ライトなどの音楽関係の映像作品も多数手掛けた。特に、マイケル・ジャクソンのヒットナンバー、バッドのミュージックビデオは、約16分間の短編映画のような構成となっている。また、 映画に関するドキュメンタリーも多数監督しているほか、古典映画の復元や再公開にも尽力している。アカデミー賞では、6度目のノミネート、リパーテットにより、第79回アカデミー賞監督賞、作品賞を受賞。また、監督賞発表の際には、信仰の深いフランシス・フォード・コッポラ、ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグがプレゼンターとして揃って、 登場するという演出がなされた。2011年、テレビドラマ、ボードウォークエンパイア欲望の街で、第63回エミー賞ドラマ部門、最優秀監督賞を受賞。イタリア、シチリア移民1世の父と、移民2世の母の次男として、ニューヨークシクイーンズ国で生まれ、同死リトルイタリーで育つ。図飾持ちで外で遊べなかったせいで、子供の頃から映画に親しみ、 ハリウッド映画の古典だけでなく、イタリアのネオレアリズム映画、特にロベルト・ロッセリーニや、ジャンル・ノワール監督などのフランス映画、イギリス映画の巨匠マイケル・パウェル監督の赤い靴、日本の溝口賢治監督のうげつ物語など、世界の映画の古典を見て育つ。だが少年時代は、映画監督ではなくカトリックの司祭を目指していたという、ベトナム戦争の徴兵を逃れ、 ニューヨーク大学の映画学部で学びつつ短編映画を監督、修士課程の卒業制作をもとに取り出した初の長編映画、ドアをノックするのは誰 ?1967 年で注目される。同じ頃、歌と軍艦を含む今村昌平の監督作を何作か見てその感性に共感した、スコセッシ曰く今村の作品は、津となり肉となった、他、小林正樹監督の 切腹、上位打ち配慮妻始末に深い感銘を受けたという。1970年代に入ってから、フランシス・フォード・コッポラや、ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、ブライアン・デ・パルマといった若手監督たちと親交を深めるようになる。ブライアン・デ・パルマはスコセッシに、ロバート・デ・ニーロを紹介し、二人は、その後多くの作品、 2012年時点で8作品を共に制作することになる。スコセッシはデニーロが出演した自身の監督作の中で彼が最高の演技をしたのはキング・オブ・コメディであると語っている。1972年、ロジャー・コーマンの下で明日に処刑を、を監督。続けて、デニーロ、ハーベー・カイテル出演でミーン・ストリートを監督。1976年、 デパルマに紹介されたポール・シュレーダーの脚本、タクシードライバーを映画化、カンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞した。1980年、デニーロが熱望したボクシングのミドル級元、チャンピオン、ジェイクラ・モッタの自伝、レイジングブルを、監督、脚本は、ポール・シュレーダー、武骨なまでに、妥協のないスタイルで、主人公の病理を突き詰めた、この映画は公開当時、批評は、 賛否両論に激しく分かれたが、デニーロがアカデミー賞の主演男優賞を受賞し、今日では1980年代最高のアメリカ映画と高く評価される。1970年代初頭から熱望していたギリシャの哲学者、小説家ニコス・カザンザキスのキリスト最後の試みの映画化、最後の誘惑を1988年に実現、脚本は、 ポール・シュレーダーするが、キリスト教右派からの猛烈な抗議と、暴力的な脅迫、上映妨害を受けることになる。1987年発売の、マイケル・ジャクソンのヒットナンバー、バットの、約16分にも及ぶプロモーションビデオを手掛け、もはや PV ではなく、映画とも言われた、完成度の映像を作り上げる。1990年に発表した、 アメリカのイタリア系マフィアの実態を描いたグッドフェローズで名実ともに現代アメリカ映画で最も尊敬される映画作家としての地位に上り詰める。なお、同年には映画人として尊敬する黒沢明監督の夢に番号符役として出演した。翌年には恐怖の岬をリメイクしたスリラーケープ・フィア e 1991年で 初めての商業的成功も収め、続いて、ピュリーツァー賞受賞作家、イーリス・ウォートンの、無垢の時代を忠実に映画化した、エイジ・オブ・イノセンス、汚れなきジョージ、1993年を発表、粗暴な男たちの身体的暴力の描写を得意とするというイメージを払拭し、社交界を舞台にした精神的な暴力に満ち溢れる、偽善的世界をシャープな演出で炙り出し、 その評価を不動のものにする。グッドフェローズと同じ原作者、ニコラス・ピレッチのノンフィクションに基づき、ラスベガスにおける、組織犯罪のギャンブル支配を描く、カジノ、1995年監督、続いて、全く正反対の世界として、チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世の前半世を忠実に映画化した、クンドゥン。 1997年をハリウッド資本ながらも低予算、出演者ほぼ全員を素人の亡命チベット人キャストで監督。自身が私の監督作品中で唯一本当に愛することができる映画と述べる。少年時代から悩まされていた持病の図だが、この映画の制作中に治ってしまったという。二千二年のギャング・オブ・ニューヨーク以降、それまでのスコセッシ作品とは、 企画にならない制作費を継ぎ込んだ映画を発表するようになり、その3作品全てで主演を張ったのが、レオナルド・ディカプリオである。ギャング・オブ・ニューヨークはスコセッシ自らが1970年代から温めていた念願の企画でディカプリオが参加することで、工業価値を見込まれて、やっと出資が実現した。その後のアビエーターは逆に、 ディカプリオ自身のプロダクションの旗揚げ作品でスコセッシに監督を依頼して制作した。スコセッシがこの作品とディパーテットを監督した背景にはヤング・オブ・ニューヨークの興行不振があったものと見られるが皮肉にも自身の企画ではないこれら2作品がアメリカ国内での公衆1億ドルを突破した。2013年のウルフ・オブ・ウォール・ストリートでは自身の監督作で 歴代最高の全世界興行収入を記録した。2016年の沈黙サイレンスマイナスはハリウッド色の内定予算で制作された。2011年テレビドラマボードウォークエンパイア欲望の街で第63回エミー賞ドラマ部門最優秀監督賞を受賞した。 imdb マーチンスコーセッシ http コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュネームスラッシュ n m 0 0 0 2 1 7スラッシュバイオより2013年にはサイトサウンドマガジンにて好きな映画として以下の12本を挙げている女優のイザベラ・ロッセリーニやプロデューサーのバーバラ・デフィーナを含め5度の結婚歴がある現在も ニューヨークを活動の拠点としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。